こんにちは。脱力発生道場ハードオブボイス代表トレーナーのゆうじろうです、えー。今回は非常に大事なお話をさせていただこうと思います。まずですね、私がこれまでボイストレーニングとしてたくさんのことをお伝えしてきてるんですけれども、それの根幹にあるのは脱力です。文字通り、力まない、脱力、自然に、そしておおらかにということを基本に声を出すとか表現をするとかっていうことでお伝えしてきてるんですけれども、 今回あの、私が脳梗塞を起こして、そして右半身が麻痺という状態になって、で、自分のその、高血圧ですね。要するに血圧のコントロールっていうのが自分に自身にとって非常に重要な、これから重要になっていくので、そのことと呼吸とか発声とかっていうものをいろいろ結びついてちょっと考えていました。でそこでですね、非常に意外なことが分かってきたんですけれども、あのー、ある呼吸法というか、うーん、発声法というか、 ちょっとん、言い方ちょっと難しいんですけど、まあ、まあ、呼吸法だと思ってください。で、ある呼吸法に行き着いたんですけれども、それの効果として、まあ、挙げられているのが、結構 血管の若返り例えば血管って老化するじゃないですか。そして、こう、錆びついたとかって言われるんですけども、血管の弾力性が失われて、そして、その血圧が高くなっちゃったり、えー、まあ、要するに硬くなってしまって、その、血行が不良を起こしたりとか、または破裂したり、で、脳梗塞とか脳卒中を起こしたりとか。で、今回私が見つけた呼吸法っていうのは、それらを予防することが期待できる。だけではなくって、いわゆる血小板、あのー、血液の中で、こう、血を硬くして、あの、出血とかがもし起きた時には、 の血を固めてくれる、その血小板が血液、血管内で固まってしまうと、要するに血栓、蓋をしてしまう状態になって、えー、血管の中にこう、邪魔な存在、要するに蓋ですよね、の血栓という形になってしまって、それもこう、血行を止めてしまって、うん、脳梗塞とか脳卒中にの原因になるかねないのを、その固まったりとかしないように、まあ、予防をしてくれるっていうことも期待ができると。 で、その呼吸法自体で、そのストレス緩和って、これも十分に期待できますし、その、うーん、扁桃代とか死傷株とか後で出てきますけれども、要するに自分自身のこうリラックス効果、要するに交換神経が優位ではなくて副交換神経を優位にする、そのリラックス効果も望まれるし、有酸素運動ですね。例えば、 血圧が高い人っていうのは筋トレをするのは危険なわけですよ。まあ私がそうですけれども、血圧が今高いわけですね。で、血圧が高い状態で無呼吸で、んーって力んだりするような筋トレをやってしまうと、血管によりこう負担をかけてしまうので、筋トレをするとすごく危ない。なので、無呼吸ではなくて有酸素運動が非常にいいんですけれど、例えば1日30分のウォーキングであるとか、 まあ、めんどくさいじゃないですか、はっきり言って。でそういったものを、こう、代わりというか、有酸素運動にもなるような呼吸法であるんですが、さらに加えて言うと、快眠。よく眠れるっていう効果も非常に期待できますし、いわゆる生活習慣病のこう予防も期待ができるで。何より速攻性があるのは、冷え症の改善ですね。これはもう速攻で改善が、まあ、期待ができるというような呼吸法を、あの、私が作ったのではなくて、まあ、 いいいいいろろ調べていく中で、そうううもののがあるというのを発見したんですよ。ただもうすでにある、誰かが考案してこういうそのやり方があるというものではなくてですね、いくつか調べていく中で、うん、いくつかのそのやり方っていうものを私が組み上げたとは言って、 でいいですね。あるやり方一つを参考にっていうのではなくて、いくつかのやり方、呼吸法とか発生法とかっていうものを私の方で組み合わせて、例えばその、ここでキーワードとして出てくるのが、プロスタグランジン I2 と言われる物質なんですけども、あとはですね、脳の方の扁桃体と死傷核先ほどらっと言って言いましたけども、それがまあリラックス、副交換神経というものに非常に関係がする、あると。でまあ当然、腹式呼吸、まあ胸式ではなくて腹式呼吸である。で、これがですね、あの、プロスタグランジンをあの発生させるっていう非常に重要なそのきっかけに になるんですけどもあとはですね、私が以前、あの、合気道を学んでいたときに、その気というものをより深くこう、学びたいと思って、気候であったりとか、太極拳であるとかと、ヨガですね。もうちょっとあの、まあ、この辺は、それほど真剣にじゃなくて、ちょっとあの、数ヶ月かじった程度ではあるんですが、そのヨガの方での、ナーディッシュオーダと、クンバカとかっていうのがあるんですけども、こういったものが、全部今、私の中でひとまとめ、 人まとまりというふうになって、まあ私自身の、うん、脳梗塞、で右半身麻痺という状態がきっかけで自分のためにっていうふうに思ったんですけども、そういう、こう、健康面みたいなもので非常に全部が繋がってきて、そのある呼吸法から私が、えー、これまでずっとお伝えしているその HMO 発生法というものに全て結びついていったと。 で、これはすでに私にあの、ついて習ってくださっている方にぜひお伝えというかお話をしたい点なんですけれども、まず私がこれまでお伝えした中で、その膨大な量いろんなことをお伝えしてきてますけれども、まず一つの大きなくくり、カテゴリーとして言えるのは通常のボイストレーニングですよね。歌が上手くなるとか、声の出し方がもっと楽になるとか、あるとか、そういったいわゆる通常のボイストレーニングが一つあります。で、 もう一つには、この辺はナポレオンヒルプログラム、プログラムなんかもよく例えに出しますけれども、メンタルですね。マインドセットっていう言い方もありますけれども、何かをこう、何かに取り組む自分の目的願望がある。それを達成する時の心構えであるとか、うーん、なんて言うんですかね。こう、自分自身を、例えばその、どういったものを願望にするとか、その願望をどうやって達成させるとかっていうような、まあ、要するにメンタル面ですね。 で、もう一つは、英語。英語発音ですね。特に、この英語を発音して、英語曲ですけども、ネイティブ、英語ネイティブの前で歌ったとしても、ちゃんとその英語として、通じる。それだけの発音と、まあ、歌唱力。で、この三つというものが、んこう、く、組み合わさってるというか、要するに私がお伝えしているボイストレーニングは、の、この三要素から成り立ってるって言っていいかと思うんですけども、それの根幹にあるのは、まあ、脱力なわけですよね。例えば、バざとらしく、こう、喉先で作ったとか、小手先で作ったとか、 の力んでこう英語の発音してなんか日本人に聞かせた場合、英語っぽくてかっこいいとか、そういうことではなくて、ちゃんと英語ネイティブに伝わるようなしっかりとした複圧であるとか、こう 英語ネイティブのこう伸びのある声であるとか、響きが豊かであるとか、そういったものを全部ひっくるめてのボイストレーニングだし、それに対しての取り組み方っていうのが小手先で今さえ楽しければいいっていうのではなくて、自分が、例えば子供の頃からこう思い描いていた、諦めてしまっていたような大きくて深い願望なんかもしっかりとそれを現実にしていくための方法とあるとか、心構えとか取り組みとかっていうものをこう包括的にこれまでお送りしてきたわけですけれども、 あまりにも量が多すぎて、私自身もずいぶん前から一度整理をしたいなというふうに思っていましたし、これまであの、すでに習ってくださっている方で何度かこれまでの過去講座とかでもいろいろ整理をしていきたいという話をしてると思うんですよね。で、私自身本当にこれまでの膨大なもう1500本以上の動画がありますんで、せ、それをせ、きちんと整理してよりもっとこの学ぶ上でコンパクトに見直しやすいとかっていうのも含めてきちんと整理をしたいと思ってはいたんですけれども、どうにもこう、きちんとこう、カテゴライズができないというか、こう、いろいろ多岐にわたってしまっている、あとも複雑に絡み合って とかっていうのがあって、なんとか整理をしたい。今度コンパクトな形でまとめ上げたいというふうに思っていたはいたんですけど、それはどうしてもずーっとできないっていうような状況でありましたが、冒頭にお伝えしました。その脱力というまあ、hm o 発生法というのは根幹になるんですけれども。それについて。 で、まとめるというのと、私自身がその脳梗塞を起こした、これから、こう、血圧のコントロールを含めて、健康であるとか、呼吸で、良い呼吸であるとかっていうことを、こう、踏まえて、いろいろ、自分自身のこれまでお伝えしてきたものの整理とは別に、健康面であるとか、生命力であるとか、人間のその呼吸であるとかっていうこともひっくるめて、全部整理していったら、とてもコンパクトな形にまとまってきたんですね。 ここに書いてあるのは、例えばその健康面で、そのよく眠れとか、冷え症の改善とか、血圧のコントロールとかっていうようなものなんですけれども、うん、まあ、複式呼吸というのはもうやっぱり大事ですね。で、それが、この、この、ナーディショーダナっていうのは、片鼻呼吸。えー、私にすでに習ってくださってる方です。あの、片鼻呼吸法っていうのはも、これまでは具体的にあの、動画でお伝えはしてますけれども、そういった健康面とか、メンタルトレーニングであるとかっていうものと、 単純にやっぱり英語の発音でも必要なそのトレーニング方法。から、あ,まあ,あれですよね、通常の歌を上手くするとか、声を良くするとかっていう通常のボイトレもそうですし、自分自身の物事への取り組み方とか、自己表現とか、自分の願望の達成とかっていうものを、だからこれから全部まとまってきちゃったんですよ。そして、非常にシンプルなものになりました。複雑で特殊な才能がないとできないとかそういうものではなくて、それこそですね、うーん、例えばこのプロスタグランジン I2 っていうのがあるんですけど、結 血管を柔軟にするとか、あの、先ほどもちらっと言いましたけれど、えー、脳血栓予防。つまり、血小板がこう、血管内に滞こたりしないで、それをきちんとこう流れていくような、あのー、ま、物質があるんですけど、それがプロスタグランジン I2 っていうものなんですけど、これなんかですね、もう単純なんですよ。あの、深呼吸すれば、誰とも出ます。 もう誰であっても深く息を吸うと、その肺胞っていうのがあるんですけど、肺胞が膨らんで、その周囲の毛細血管が刺激されると、もうこのプロスタグランジンアイツっていうのは出るんですよ。もう出ることは分かってるんですね。だから、ただ深く息を吸えばいいだけなんですよ。ほん、本当にただそれだけなんですよ。 で、例えば、深く息を吸って、そしてあの、例えば、ヨガとかであれば、ご存知の方も多いと思いますけども、1対2。例えば、4秒かけて吸ったとしたら、8秒かけて吐くとか、吐く時間を長くした方がいい。で、その辺が、その、吐く時間長い方がいいっていうのが、その脈拍の安定とかっていうのも、きっかけっていうの支障傷過だったりするんですよ。で、その、こうで、その、扁桃体っていうのが関係してきて、それがその、ストレスがうんぬんとかって、いろいろ関係は、いろいろしてくるんですけど、要はですね、例えばし、 しっかりと深く吸って、で、その深く吸った秒数の2倍かけて吐く。これでいいんですよね。 なので、口で説明すれば、本当にたったそれだけっていうようなやり方のものなんですけれども、それをしっかりすることで得られる効果っていうのは、これまでお伝えしてきてる、あの、私のやり方、例えば通常のボイストレーニングであったり、それからメンタルトレーニングであったり、プラス英語の発音、ちゃんとネイティブな、ネイティブにあの、通じる英語発音に加えて、血管の若返りであるとか、リラックス、あと快眠とか、冷え性の改善、そして有酸素運動としての呼吸法、発生法、これらが全て一つの、一つのというか、 ある程度のシンプルなやり方で賄えてしまう。そういう方法があるんだということに行き着いたんですね。で、それらをこれからお伝えしていきたいなというふうに思うんです。